エリー、土屋の車の話。さあお二人、いろんな車の話をお二人としていますけれども、ね、聞いてみたいなというのがありまして、何ですか、はい、よく車に対して顔がかっこいいとかフェイスいいねとかっておしゃれじゃないですか。ありますよね、最近の車はどうしてかコア表というかさ、そういかつい車多いですよね。でじゃあいわゆるそのイケメンな顔立ちの車ってじゃあどういう顔なのかなと思って、イケメン、はい、お二人が思うイケメンな車の顔。なるほどね。今のねロールスのファントムなんか見ると、最初さ仏壇かと思いましたよね。本当にこうロールスって怒るよ。いやいやでもパレテオンってさ、でなんかほらギリシャのさ、あれがなんかそうな感じがしてと思いましたけど、あ、土屋さん何ですか、土屋さんが選ぶ。僕が選ぶのですか。うん、イケメンって言ったらもうイケメンの顔立ちです。R32GTR ですよ。ほう、絶対これでしょ。もうイケメンですよ。なる、あ、確かに土屋さんが選びそうだな。これはイケメンですよ。シュッとしてますよね。はいはい、確かにこれはいわゆる塩顔じゃないですか。これ塩顔じゃないですか。塩顔、なんか男性で言うなんか塩顔、ちょっと塩顔っぽくないですか。どこが塩なのこれ。本当にすっきりしてるってことでしょ。はいはいはい。あとほらすっきりね。そうそう、塩ってそういう意味だよね。そうです、なんかこう朝ドラのなんかこう、例えばそれじゃあタレントさんで言うと誰。私ほんと名前知らないんですよ。どうしようもない女です。でも本番寸前まで弁当食ってましたからね。なんかでも箸を加えながらこれで来ましたからね。なんでこの業界いるんだろうっていうくらい分かんないんですよ、タレントさんの名前。俺的にはこの 32GTR ってディーン・フジオカかなみたいな。なるほど。あ、でもなんか見えてきた。咲いてますね。そうでしょ。今日咲いてる。なんか見えてきた。なんか言われると本当に見えてくる。なんで。いやでもね、ディーン藤岡は似てる。ね。うん、なんか見える。もう元々が何もいじらないで。なるほど。なんかすっきりした綺麗な顔だな。モテそう。久しぶりに出てきた実は GTR ですよね。そうです。GTR とかでね。はい。でそのこの時出た時、実はあれ。なんか GTR らしくないなってふうにちょっと言われていたんですけども、四駆だからでしょ、ね、それでここで生産中止になったんですよ、この後またさらに、はい、そしたらまたこれがね、さらに再評価されたっていうんで、いや土屋さんいいとこついてる。そうでしょ、これはいい、さすがですね。おテリーさんは。私はね、ちょっと狙いすぎかな、うん、モーガンなんですよ。モーガン、モーガン、これいい顔。イケメンっていうか可愛いじゃないですか、これ。これカバっぽくない。いや、中世の騎士っぽいでしょ。中世の騎士、うん、だからなんかこれちょっとドンキホート的なね。あ、そう言われるとそう。そう、なんていうか、これでやっぱりそのなんかこれヨーロッパのね、はい、なんか王子様は乗ってそうじゃないですか。いやでも顔ですよ、顔がハンサムなイケメンっていう意味では、うん、まあ、土屋さんの方がやっぱハンサムだったかなっていう。そうだよね、ディーン・藤岡だよね。なんかそんな感じがしました。これはなんか豚かイノシシか。ひどいじゃないですかそれ。なんかいや丸眼鏡つけてそうなインテリ系のイケメンっていう感じが。ああなるほど、ね、これちょっとしますけど、これでも現行でいるわけですよ、うんうん、ね、これノスタルジーじゃないんです、生産中止してないし、はいはい、で今でもこれでいるっていうのがなんか、これなんか好きなんですよ。そうですね、なんか目を引きますよね、うん、これは目引くよね、うん、なんかルパンが降りてきそうだよね。ああそうですね、なんか藤子ちゃん横に乗って、あとほらなんかそのショーン・コネリーとか。ああいいねいいね、なんかそんな感じでしょ。もちろん、ね、イギリスの車なんで、そんな感じ。なんかこれブリティッシュグリーンでイギリス紳士が乗ってそうな感じで。ああいいですね、はい、まあ、これでもちょっと最近の多分プラス4だと思うんですけど、はいはい、はい、まあ、そんな感じですね。いいありがとうございます、はい、さあよろしくお願いいたします。明日ついに来ましたね、イボシさん。おてりさんはね、もうイボシさんはレギュラーじゃない。そうだ、もうイボシさんと俺もうね20年以上のお付き合いしてる。長いお付き合いで、はい、なんでテリーさん使うようになったんですか。いやもう突然、いやそれはもう本当だよね。独特の感性を持ちと、独特ですよね。いやいや本当もうそれももう20年以上ですよね。94年から連載をしてもらっているので、28年、もうだからもう30年近くね、はい、お願い
してもらってるんですよ。これテリーさんがそういう、こう連載したいっておっしゃったんですか、それともやっぱベストトロ当時の編集者の勝松さんっていうね、はい、とんでもない男がいたんですよ。もうね、音羽の暴れん坊としてね、もう講師が分かんなくなったそういう人、まあ、でもね、名物編集長ってすごくいい人だったんですけども、はい、その方からある日連絡あって、うん、まあ、僕はその前から、まあ、車が好きだったのなんか情報で入ったんですよね、うん、一度やってみませんかって言ってすごく嬉しくて、うん、もう毎週それこそね、まあ、各週か、読んでたんで、あの憧れのベストカーのなんかね連載始めさせてもらってんだ、うん、もらうことができるんだと思って、それからもうね、28年すごいよね、長いよね、長い、もう月2回28年間ずっと休みなしなんで、まあ、ありがたい話、いや、もう本当だ、もうたくさんの車を、ね、乗せてもらって、だからあれがなかったらこの番組もね、もう多分呼ばれなかったんで、本当にそんなことないよ、いやいや、でも本当にベストカー僕にとってはね、もう感謝してます。本当すごい車愛ってことですよね、テリーさん。車愛が好きですね。そうですよね、多分おかしいですよね、家帰っても大体あの車の映像とか見てますからね、はいはい、あ、そうなんだ。まずは1980年代車業界大事件、うん、F1 に中島悟が参戦しブームに。言いましたあれですよね、確かに、ね、中島さんが参戦することによって一気にね、あとフジテレビはね、そうなんですよね、はい、地上波でオンエアしだしてから、はいはい、もう僕自身学生時代のことなんですけど、87年に中島さんが日本人で初めて、1年間フルに F1 を戦うということになって、うん、フジテレビで中継が始まり、今でも覚えてるんですけど、初めて見た時にヘリコプターだと思うんですけども、上からこうレースをこう撮っていて、めちゃくちゃ速いんですよ、もうその車のスピードが。こんな速い車見たことないって、もう鳥肌立ったの今でも覚えてます。まあ、そうだよね、それまで F1 になんか興味ないんだもん、日本人は、はい、そうですよね、あと興味がないというか、うん、距離がありすぎちゃって、うん、島国だから情報が入ってこないんだよね。そうなんですよね。実際に中島さんが F1 に行って、うん、日本のテレビが中継するようになって、うん、なんだこれやってくるね、はい、そういう時代ですよ。あとは、ね、海外でもね、それこそセナさんとかね、あ、はいはいはい、いろいろな、はい、もうなんか音速の聞こえてますね、やめて、そう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 、ね、そうか、これがあって、はいはい、でこの1980年代の、うん、ベストカーに起きた出来事っていうのがありまして、うん、はい、それがですね、こちらです、うん、徳大寺有恒さんの人気連載俺と走れが開始されたと、うん、あ、そうか、はい、1984年からこの連載が始まっているんですけれども、うんうん、もうベストカーって1977年創刊なんですが、うん、その最初からあの徳大寺さんにはもう本当にエースライターとして出ていただいて、ベストカーと徳大寺さんはもう切っても切り離せない関係なんですよね。で私もあの幸いなことに、ベストカー編集部に配属になってすぐこの徳大寺さんの担当させていただいて20年以上やらせていただきました。徳大寺さんはこの自動車評論家の地位を高めてくれましたよね。そうですよね。それは例えば、はい、羽生くんと一緒だと思うんですよ。あ、フィギュアの、うんうん、フィギュアの羽生くんってやっぱり世界中のフィギュアスケートをやる人の地位を高めてるんですよ、うんうんうん、それと同じようにそれこそ1階の自動車評論家がもうなんかダンディーということで、自動車はこういう風な感じになればいいのかっていう感じのなんかおしゃれ感みたいなのが見せてくれましたよね。徳さんってあ皆さんご存知だと思うんですけど、間違いだらけの車選びっていうね、もう名所ですよ、うん、日本のこのこと車の雑誌を書いたっていう人です。それまではどっちかっていうと、まあ、お抱えみたいな形でね、メーカーの言うことを、まあ、提灯記事を書いてたんですけど、うん、いやこれはダメだと、うん、こんな車はダメだってことを言って、あ、こういうふうにタブーを言っていいんだということで、うん、本当に徳大さんっていうのは特別な人でしたよね、うん、ね、うん、だけどこの人だけじゃない、そうやってさ、そのデメリットの部分を一般に知らしめたって、うん、あとはみんな、あのテリーさんが言ったようにさ、うん、袖の下ももらってるわけじゃないんだけど、うん、仕事が欲しいからうまいこと書いて、うん、トヨタ日産ホンダから仕事もらう、うん、でもこの人は こんな車ダメだとかね、はい、ボディ剛性が弱いだの、いや、そうですよ、こんなこと言ったら抹殺されるでしょ、うん、この業界っていう、だから市場界で僕はもう
なんかちょっと気に入らないと帰ってきちゃったりね、そういうのあったんですか？あったらしいですね、はい、うん、こういうこと言ってもこの業界で抹殺されないんだっていう、俺真似したら抹殺されました。俺2年も他だね、同じこと言ったのに。いや、本当騙されて、俺あのベストカーの編成局長に。あ、そう、もう徳さんが言ってんだからお前も言えないみたいな。次、1990年代、こういうことが、車業界では初代プリウスが登場したりとかです。プリウスというね、ハイブリッドの車、これどういうふうに例えば、もうこれ97年に初めてトヨタが市販のハイブリッド車を作って、もう今当たり前じゃないですか。もうこれもう本当先駆けなんで、この車の登場っていうのはもう大事件というか、すごいことです。まあ、世界的にそうですよね、はいはい、ハイブリッドですからね、鉄腕アトムですよね。いや、本当そうですよ。あの時に僕はすごく印象的な言葉は、あのキャッチコピーで、プリウスの言葉で、21世紀に間に合いましたっていう、あったありましたよね。あったその21世紀に間に合ったと、今やったね、鉄腕アトムと同じような感覚で出た時は、かっこいいキャッチコピーだなと思って、あ、そうだ、20世紀に僕らはハイブリッドに乗ることができたんだ。でも走り悪かったですよね、これ最初は。そうですね、なかなかユニークでした ね、うちの会社でも最初期型を買って、30万キロ近く使いました。すごくブレーキもすごい違和感あるし、ハンドルも接地感全然ないし、そういう車だったんですけど、年々良くなって。そうですね、はい、まあ、2台目もねぐらい、まだね、成長過程だったんですよね、プリウスは。じゃあこの年代のベストカーに起きた出来事を見てみましょう。お話にもちょっと出ましたが、もうとにかくよく売れたと、この1990年代で、その実売率 80% を超えるたびに金一封が出ましたか。出てました。出てたそうです。お、すごいですね。いくらだったかな、多分でも1万円とかそのぐらいもらってたかな。すごい。月2回出るから、はい、月2万円もらえると2万円ぐらい。だいたい 80% 超えてたんですよね、月2回。ちょっと今考えられないんですけど、あの頃ね、あのベストカーのことを音羽の不夜城って言われてたんですよ。だから僕は豪国にあるんですけども、よく通ってるんですよね。電気、明かりが消えてない時なかったよね。ないでしょうね。でみんな家帰れなかったんじゃないですか。そうですね、1回光量、月2回で1回光量で大体3泊が標準っていう感じで、かける2ですから、実際かなりな不夜城でしたね。でまたね、あの頃の編集長ってね、勝松さんが鬼のような人で、原稿書いてもそれをなんかね、ちゃんと認めてくれなかったんじゃないですか。いや、もう出来上がったゲラをもう根底から覆すっていうのが日常茶飯なんで、そうすると止まってやるしかなくなる。そうやって出来上がってるんですよ、プロが全部書いてるのにダメだって言うんだよね。なんか気が変わるか、まあ、なんでしょうね。そうです、気分で。ただ、そうなんだね、それを確かにやり直すと、もうその方がいいんですよ。だからもうしょうがないというか、まあ、やります。鍛えられてますよね。今だったらパワハラでしょ。ですか。いじめですよ。いじめですよ。放送ってどういうことですか。そうですね、この当時の編集長というのも、先ほどからテギさんがおっしゃっている勝俣さんという方なんです。勝俣さん完全に名前出ちゃってる。もうめちゃめちゃ出てくる。すごいことだよ、これ。撮影会、試乗会呼ばれないんだよ。そうなんですよ、ね、参加を断られる、はい、これはどういうことですか。いや、このね、構想のきっかけは、ちょっと実は僕、その時にベストカープラスで別の本をやってたんで、詳しくはわからないんですけれども、まあ、なんとなくベストカーがあまり産後 GTR について好意的にではない記事を連発してたようなんですよ、で水野さんとしては誤解してると、別に何書いてもいいんだけども、根本的には誤解があるっていうようなことで、喧嘩になりまして、喧嘩になったっていうか、まあ、この通り撮影会とか試乗会もベストカー呼ばないみたいになりまして、でベストカーはベストカーで、産後 GTR の試乗会拒否されたみたいな記事バーンと出して、めちゃめちゃ戦ってる。すごい戦ってる。ねね、仁義なき戦いだよ。そうですね。すごく、はい、面白いね。いや、だけど、どうやって手打ちしたんですか、これ。それで水野さんが、説明をしに編集部に行く、来てくれるってことになり、
水野さんとその当時の編集長が会い、うんうん、なんかもう一発で分かった分かったみたいになりました、うん、はい、あの仲直り。いやでもさ、熱いよね。熱い。一つの車が出てきてさ、そういうことをさ、すごいよね。いいですよね。熱いじゃん。世界的に人気の R35 GTR に喧嘩売るんですよ、これベストカー。ね、なかなかないよ。ベストカーめっちゃ面白いですね。なかなかないでしょ。現在は関係は良好ですから、ね、あ、そうだね、はい、水野さん今ね、連載やってるしね。はい、そうなんです。もう水野さん連載してもらってるし、ね、はい、今でも水野さんはね、ぶっ飛んでますけどね。2020年代見てみましょうか。はい、車業界こんな風になりました、うん、EV 関連のニュースで溢れる、はい、そうですね。そうですか、これは、うんうん、これがまた EV っていうのが雑誌の売れ行きにつながらないんですよ。つながりませんか。つながんないですね。これもトヨタがね、はい、なんか20社以上同時に発表しましたよ、ね、はい、あれもダメですか、はい、あのぐらいインパクトあればいいんですけど、うん、例えば EV の新型車が出ましたとかやっても、うんうん、まあそんなにみんな関心を持ってくれない。なるほど。さあ、そしてランクル4年。そうです、ランクル4年待ちだそうです、はい、もう大変なことになってよく言われる、あの半導体不足と、うん、あと、まあ、それぞれ車っていろんな地域で部品作ってるんですけども、そこら辺がコロナで営業停止してるとか、いろんな問題があって、あと運搬の問題もありますね。いろんな問題があって全然あの日本で新車が納入できないと、うん、あとでも年待てます。立ち悪いのは4年待ちなんだけども、このうちの3分の1ぐらいは買っといて転売しようって人もいるんだよ。あ、そんなに？え、転売でそんな値がつくんですか？だからほら、そう、あれと一緒じゃないですか、バーキンのカバンと、うんうん、バーキンのカバンも買って、それこそね、分かりませんけど100万円で買ったってお店行ったって売れない、買えないから、これを転売ネットで売ってると新品で今130万で売ったら30万の儲けになるんですよ、はいはいはい、それと一緒でランクルなんかも新車で買って転売すればね、儲かるよね、うん、転売をさせないような販売店のルールもやってるらしいんですけど、うん、まあ、抜け道はいくらでもあるでしょうね、うん、って感じ、ね、ありそうだよね。だからそれ言ってるもんね、だこういうのあるんですよ、ね、こういう人気者の、まあ、人気者の持つ宿命だけどね、うん、そうだよね、うん、まあ、そこはしょうがないよね、うん、じゃあちょっとベストカーの方見てみましょう、うん、はい、はい、これさっき言ってた、そうですね、そうですね、もう泊まることはなくなったと、うん、在宅勤務も当たり前になりました。泊まることはないですね、もうね。ないですね。コロナだから、その前からですね、うん、の会社のあれで、はい、編集長が変わったからね。いや、そうねって言われてもそれちょっとそこはさ、はい、そうですね。でもなんかこう振り返ってみると、あの当時良かったなとかなりますか？良かったなってことはないんでしょうけれども、なんかこうみなぎってたなみたいな、まあ、それは感じますね、うん、はい、ただもう本当今世の中が許しませんから、うん、そんな昔のような働き方、そうだよね、うん、本当にそれはできなくなったんで、うん、じゃあ昔のようなやり方じゃなく、今の法律にのっとったっていうと大げさですけど、うん、やり方で あのパワフルな感じをどうやって出していくかっていうのが課題ですね、うんうん、はい、はい、ということで、はい、以上ベストカー車年表をご覧いただきました。ブーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。